タルボット軍は、アメリカ合衆国ジョージア州に位置する軍である。2015年現在、人口は6337人である。ここの軍庁所在地はタルボットンである。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積12平方キロメートルである。このうち118平方キロメートルが陸地で4平方キロメートルが水地域である。 総面積の0.39%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この群は人口6498人、2538世帯及び1824家族が暮らしている。人口密度は6平方キロメートルである。3平方キロメートルの平均的な密度に2871件の住宅が建っている。 この軍の人種的な構成は、白人36.80%、アフリカン・アメリカン61.59%、先住民0.23%、アジア0.28%、太平洋諸島系0.02%、その他の人種0.26%、及び、混血0.83%である。ここの人口の1.26%はヒスパニック、または、 ラテン系である。この群内の住民は24.20%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が7.70%、25歳以上44歳以下が26.90%、45歳以上64歳以下が26.80%、及び65歳以上が14.40%にわたっている。 中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は87.50人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は84.40人で、ある。この軍内の世帯ごとの平均的な収入は26,611米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は35,208米ドルである。 男性は29,186ベイドルに対して、女性は19,438ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は14,539ベイドルである。人口の24.20%及び、家族の19.90%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の39.10%、 および65歳以上の19.70%は、貧困線以下の生活を送っている。Find, A-County, National Association of Counties, http://www.naco.org/.counties/.pages/.fintacounty.aspx2011 年6月7日閲覧 アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー、http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。